ピアス式の入り組んだ海岸線が織りなす美しい景観を望む賢島。美しい景観と温暖な気候に恵まれた伊勢志摩国立公園に佇む島観光ホテルウェイスイートの紹介です。真珠の養殖で名高い阿護湾を見下ろす丘陵地に2008年10月10日島観光ホテルウェイスイートがオープンしました。進化した海のオーベルジュをコンセプトにリゾートホテルとしての雰囲気もたっぷりでモダンな装いのホテルです。足を一歩踏み入れると随所にさりげなく散りばめられた特産の真珠が見る者を魅了し、誰しも特別感を感じざるを得ません。そしてお部屋は全50室が100平米以上、バルコニー含むのスイートルームでゆったりと過ごせます。賢島の老舗島観光ホテルの血を受け継いだホテルは伝統をベースにし最高水準のサービスを提供いたします。屋上庭園、ウェイスイート最上階に位置する屋上庭園ではリアス式海岸を見渡せるほどの眺望をお楽しみいただけます。また在来種の草花のみを植え環境に配慮をしており、そこからは刻々と変化する阿護湾が楽しめます。スパ&サウナ、広い浴場をご用意いたしております。女性用にはドライサウナと体が芯から温まるデピタリウムを併設、男性用にはドライサウナを完備しました。落ち着いた浴場内でリラックスした時間をお楽しみいただけます。ゲストルーム、標準客室はゆとりの100平方メートル。すべての客室がスイートルーム、心も安らげるゆとりの広さを確保しています。レストランラメール。美しい阿護湾の夕景をパノラマサイズで眺望しながら、くつろぎのひとときをお楽しみいただける空間。伝統を受け継ぎつつ新しい技法を取り入れ、見た目にも美しい進化した海の幸のフランス料理をご堪能いただけます。黒アワビステーキや伊勢エビ料理など繊細で美しいメニューの数々、ソムリエがセレクトした多彩なワインなどウェイスイートの魅力を心ゆくまでお楽しみください。和食浜湯、和の風情あふれる落ち着いた空間とともに色とりどりの一品一品を豊かな感性で表現します。素材の旨味を存分に引き出した料理のほか、バラエティに富んだ三重の地酒もご用意いたしております。テーブルからご覧いただける阿護湾の景色も格別です。